なんか雑誌で1位になったお店です。ミルフィーユの、うん、買ってきますか。ミルフィーユなかったけど違うところですごいミルフィーユ美味しそう。ミルフィーユとタルトを買いました。タルトからタルト俺ミルフィーユ感謝。はい、念願のガレット次ガレットを食べましょうか。うん、まあ、買ってどっか公園とかで食べてもいいんちゃうかな。あ、そうですね、ナイスナイス。ここをまっすぐ行くと、うん、割とレーティングが 4.5 が本当に高いな。高めのなんか、かな意図せずおしゃれな道に入ってしまってそうそうそう、そういうところなんです。さっきの道なんか、なんか食べ物屋ばっかりやったもんね、うん、で、車も通れへん、うんもう出てくるお店全部が、うん、ほんでちょっと雨降ってきた。雨はね、今日午後は雨に。あ、ほんまに。うん、でもまあ通り雨かな。小雨、うん、小雨って5時ぐらいには、うん、あ、チーズちょっとでかいな。緑はなんだ。緑のチーズ。緑のチーズ、牛乳って緑わかんない。かわいいお店が一個出て雑貨屋さん？うん。あ、ヌテラ。ヌテラがある。うん。まさ。どこ行ったんか思った。焦った。カレーさ、多い。ちょっと夜ご飯のために私はチーズを抜いてみましたが、テイクアウェイしとくがよかったな。ハムチーズでオニオン入れてトマト入れて、うん、なんかソースのくだりがちょっと意思疎通が難しかったんですけど、うん、マヨネーズソースっていうのにしてみました、うん、こういうのはあのターキーハムチーズ美味しそう、間違いない。すごい、そうな、すごいな。かなちゃんの手がだからだいたいどれぐらいや、普通より大きいぐらいかも。何を普通にしてるか分かれへんけど、ちょっとあの女の子の中ではちょっと大きいけど、うん、男の子に比べたら小さい、うんうん、それよりも大きいぐらいだね。食べていい？どうぞ。うまい。うん。なんか人気店らしくて、あ、ここが、うん、ここも人気店。今撮ったとこもね、うん。さっきのところはちょっと並んでたらもうすごい人がいっぱい。そうやね。俺らちょうど最初の列やったから、うん。そう。よかったけど、どん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 後ろから並んできたな。そうなんですよ。人気店で、あ、ここすごい、ここもガレットだらけ。ガレット通り、原宿でクレープ食べるみたいな。で、テイクアウトして、うん、ちょうど雨も止んだので、うん、今から公園でご飯かな。ガレット通りや。でもやっぱあそこの人気はすごい。そうやね、一気に人が集まったからね。うん、パンテオン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 。だいぶ進んだ流れ。うち？うん。まだここやで。半分行ってないか。まだここてっぺんの。あ、ほんまに。もうだいぶ行ったよこれ。本当だ、おいしい？めくっただいぶ。あ、ここもいい感じの。うん。広場。
ここで食べます。ベンチがあるかな、うん、ベンチ満席。あ、あった、送る。うまい。ブケブケ。よいしょ。ちなみにあれかな、あれか、あれが買い下の男がいてるレストラン。そうなんだ。エミリーの、うん、だったと思うけど。この公園ももしかしたら、上海の女の子と、うん、だからここでみんな写真撮ってるんだけど、意外とこんな小さい、うん、いや、これがね、多分その住んでるこれがアパートやと思うよ。へえ、そうなんだ。うん、うーん、街がドラマのセットになる、うん、すごいですね、うん、意外なとこやけどね。うん、何何何、鳩が来るからバタバタしてます羽ばたいたからうーん、じゃあここにヒルコリンズが座ったのかもしれないヒルコリンズは来てねじゃあ何だっけ、ヒルコリンズはガチのお父さん、うん、イージーラバーや、うん、イージーラバーや、何だっけ、リリコリング、うん、がうーん、いてたとこやね。すごい、うん、なんかちょっと高級感がある気がします。そうやね、車とかがガチャガチャしてる、うん、人通りも子供がいっぱい、うん、さっき子供にケーキむちゃくちゃにさせちゃった、うん、だって俺必死に避けたのに子供こっちよそ見して向かってくるから、うん、そうそうそうなんか保育園みたいな、うん、そう、まあしゃあないね、食べればいいっすよ。おっしゃ、うん、うまいな。うまい。ちょっとゆっくり食べますか。はい、じゃあちょっと写真撮っていこうか。一番美しい自分を撮影っていうアプリで撮らないとそうか、うん、動画もこれでできるんだけど、いやいやいや、できればこっちの方がうちはフィルミックプロとかよりも、いやいやいや、すっごいありがたいんだけどね。これの方がいい。いや、まあそれをもらって後で加工するんですけどこの角度かな。女子高生じゃあ次彼氏の家行く。彼氏の家で、彼氏の家あそこか。これがあのレストラン、ガブリエル、え、ガブリエルやったっけ、店、店、ドラマの時と名前はちょっと変わってるけどね、うん、美味しそうだな。うん、で、隣にパンオショコラを買ったお店、うん、すごい、にぎわってますね。にぎわってるな。買う？食べる時間だな。そやな、結構もう辛？辛やね、うん、すごい宣伝になってたんちゃう？やっぱりそうじゃないですか。ああいいですね、うん、またローマのとはちょっと違います。うん、こうパン、ちょうどデモの年金のデモのさ、ノータルダム大聖堂の前に行ってきました、はい、コンコルド広場です。
うわー、落ちた、多分ね、あそこ。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白かったら、いいねボタンとチャンネル登録と、コメント。コメントをよろしくお願いします。寒そう。寒いよ。ありがとうございました。